今日は有名人から無名時代へというタイトルでメッセージを語らせていただきます。普通ならば教会に来るとちょっと無名時代から有名人になるのが普通の方向じゃないですか。ちょっとおかしいですね、このタイトルって言われるかもしれませんが、モーセ自身の人生がこの時点では有名人だった人が無名時代へ入っていくんですね。なのでその部分を一緒に今日少し考えていきたいと思います。神はどんな人を用いられるでしょうか。神はどんな人を用いるでしょうか。聖書を見るとどんな人を神は用いたでしょうか。アメリカにちょっと知られている牧師の中でボディ・バクハムという元アメリカンフットボールをやっていた牧師がいるんですね。彼がこんな面白いことを言いました。今の時代は人の個性を見てリーダーの個性、パーソナリティ、パーソナリティを見て大体何かを決めるっていうんですね。そして人の個性やパーソナリティがすごい偶像化されている時代であるというふうに言っています。というのは人々が教会を決めるときに聖書が正しく教えられているのかを気にするよりかは、そこの教会の牧師とかリーダーを見てはこの人は個性いいじゃん、いいキャラクターしてるじゃん、カリスマあるよねっていうことで教会を決めるような時代に今入ってきてるっていうふうに彼が言ったんですね。何かこの人を引きつけるものはあるよねっていうことで決めるということですね。なので教会内にもある程度このような風潮があると思います。こういう考え方があるんですね。この人いいキャラしてるよね、いいキャラクターだからこの人クリスチャンになるとすごい用いられるよね、いかがでございますか。この芸能人クリスチャンになったらもう数千人とか数万人すぐクリスチャンになるんじゃないっていうのはすごい影響力あるから、キャラクターいいもんねっていうふうに、そういう考え方があると思います。で確かに影響力のある人が神様のもとに戻るというのは、回収するというのはいいことだと思います。ただ多くの人の目はどこに行くかというと、その人の個性が用いられる、カリスマが用いられるという思うということです。聖書を見ると実際にどうだったでしょうか。3500年前に、今日の箇所を見ますと3500年前のことですけれども、エジプトにモーセという人がいました。で私たちはここ何週間、3週間ずっと出エジプトと一緒に見てきていますけれども、先週モーセが生まれたところを一緒に見てみました。でモーセはエジプトでヘブル人の家系で生まれます。ヘブル人はエジプトで奴隷生活をしていた奴隷家系でモーセは生まれました。そしてヘブル人の家で生まれる全ての男の子はナイル川に投げて殺してくださいという王様の命令があったので、モーセも生まれてから3ヶ月後にナイル川に流されていきます。でもファラオの王様の娘によって発見されて宮殿で育つようになるんですね、モーセは。なので先々週も私読みましたけれども、聖書を見るとモーセがどのような育ちをしたのかこのように書いてあります。使徒の働き7章22節に、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、先ほどジェニーさん言ってましたね、ものすごいランキングの高い高校に私は行ってたんだ、エジプトで最高の教育をモーセという人は宮殿の中の王室の教育を受けます。そして英語の表現でも He was mighty in his words and deeds、 彼は行動においても言葉においても偉大であったという聖書の表現があります。これだけ読んでいても相当人々を引きつけていたような人物だということがわかります。女性たちだったらエジプトの王子様なので憧れの元だったと思います。モーセは追加でヨセフスという歴史家が当時のモーセの話をしているんですが、モーセが王子だった時にエジプトの王様は後を引き継ぐ息子がいなかったんだそうです。なので次に王様になるのはモーセの可能性が非常に高かったというふうに言われていました。そしてそのモーセが王子をやっていた時にエチオピアという強国を打ち破ったことでエジプトが大きく勢力を増すのに大きく貢献したとも言われています。
なのでモーセの履歴を見ると非常にプライド、相当プライドの高い王子、有名人であったということが分かる。そして実力もあった。で、私たちはこのような実物を見ると、その人物を見ると何と思うかというと、神様に用いられるのにぴったしだと思います。そう思いませんか皆さん。神様が用いるのにはぴったり、条件揃ってるじゃん。政治家として、王子として交渉をして、政治的にそういうつながりを使って交渉をして、イスラエルの人たちをエジプトから連れ出せば良いじゃないか。神様に用いられる条件ぴったしだと思います。でも大きな質問は何かというと、神はこのモーセをそのまま用いたのかという質問です。この有名人だった王子様、モーセをそのまま神は用いたのか、それともどのように用いたのか、今日の箇所から少し見ていきたいのですが、今日のメッセージは大きく2つに分けています。神より先走るモーセというのが前半の部分で、そして砂漠のミディアンで第二の人生を迎えるというのを大きく2つに分けています。最初のところを見ていきたいんですが、11節から見てみましょうか。今日の箇所11節で、神よりも先走っていくモーセ、11節こう続くありますね。こうして日が経ち、モーセは大人になった。使徒の働き7章を見ると、モーセがこの11節の大人になった時に40歳であったことが分かります。40歳、私よりちょっと年上の時ですね。そして今日の箇所には出てませんが、2章10節を見ると、このモーセが大きくなった時に母はその子をファラオの娘のもとに連れて行ったという話があります。つまりナイル川でファラオの娘に拾われたのですが、実は乳母として自分の実のお母さんのところでモーセは育ったんですね。そして大きくなってから宮殿のところに入ってきます。多くの学者たちは4歳から5歳くらいまでお母さんのもとで育って宮殿のところに入ってきたというふうに言われます。で、その0歳から5歳の間、実のお母さんからこんなことを続けて繰り返し言われたことでしょう。あなたはエジプトでこれから育つんだけれども、あなたはヘブル人だよっていうのを繰り返し言われてきたと思います。そして5歳、4、5歳になって宮殿の方に行って、35年が過ぎた40歳になった。でも今日の11節を見ると、何を知ることができるかというと、ヘブル人たちを見て同胞だというふうに言ってますね。 My fellow people というふうに言ってるので、彼の心の中にははっきりと自分がヘブル人というアイデンティティがあるということですよ。皆さん想像してみてください。皆さんが5歳でアジアを離れてアメリカに行った、ホワイトハウスで40歳まで過ごした、大統領に養子とされてアメリカ人として35年育った、どんなアイデンティティを自分の心の中で持ちますか。大体アメリカに行くとアメリカナイズされて、もうアメリカ人からってなる可能性高いと思いますね。このモーセという人はエジプトに行って40歳になった時点でヘブル人を見ながら、私はヘブル人であるというアイデンティティを持っていました。で、これ何を教えてくれるかというと、幼児教育の大切さを一つ教えてくれますよ。0歳から5歳までの幼児教育です。その間にあなたはエジプト人じゃなくてヘブル人だよというふうにしっかり教え込むと、40歳になってもしっかりそれを思い出すことができる。で、クリスチャンの場合ならこういう適用です。僕も子供2人いますけれども、こういう教育をする必要があります。あなたは日本人、アメリカ人、そして韓国人や中国人の前にあなたはクリスチャン人なんですと教えるんですよ。あなたが国籍の前にあなたはクリスチャン人であります。あなたは神のご計画の中、約束の中、クリスチャンホームで生まれたクリスチャンですっていうのを教えるんですよ。モーセの場合はその幼児教育が実ったケースです。40歳になって自分のヘブル人であるアイデンティティがしっかりと心の中に刻まれている、同族のことを同情することができたっていうことが分かります。11節で、
そして12節こう続きます。彼は自分のヘブル人が今苦しめられている姿を見ました。12節で彼は辺りを 見回して誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺し砂の中に埋めた。なんと殺人を犯してしまいます。12節でこれ聖書が良いことだって何も言ってないんですね。この殺人に関しては殺人を犯してしまった自分の同胞を助けるために、そして相当自分の中にヘブル人を救うんだというそういう気合が入っていたんでしょうね。そして13節14節と続きます。次の日外に出てみると、なんと2人のヘブル人が争っていたんですね。喧嘩をしていた。そしてモーセは悪い方にどうして自分の仲間を撃つのかと言った。彼はしかしその同胞のヘブル人の一人がモーセに向かって14節こんなことを言います。誰がお前を指導者や裁き人として私の上に任命したのか。お前はあのエジプトを殺したように私も殺そうというのか、というふうに言葉を返します。で正直モーセにとってはこれちょっとショックだったんでしょうね。自分はヘブル人を救いたい、私の人々を自由にさせたい、奴隷生活をしているんだから助けたいと思ってるんだけれども、実際に行ってみたら同胞の人がお前誰って言ってるんですね。お前誰なの、誰もお前にリーダーなんかやってくれなんか言ってないし頼んでないし、相当挫折感を覚えたことでしょう。聖書を見るとこの時にモーセは実はものすごい決断をして言ってるんですね。ヘブル11章24節25節にこの内側にあるモーセの心をこう表しています。信仰によってモーセは成人した時、40歳になった時、成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、他ない罪の楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に、イスラエルの民と共に苦しむことを選び取りました。モーセにとってはヘブル人を助けるために私は王子辞めてもいいという決断をしていったわけですね。相当な意気込みでいきました。しかし同胞の人たちは冷たい反応を見せた瞬間思ったでしょう。モーセは私はあなた方を助けることができる、私エジプトの王子なんだから I can help you、 私あなた方助けられる、思ったことでしょう。しかし彼の自信あふれる言動は裏目に出ます。なぜ神はエジプトの王子であったモーセを、その有能であった実力もあったモーセをそのまま用いらなかったでしょうか。大きな質問です。なぜそのまま、有名人だし影響力があるし政治的にも物を動かすことのできるモーセをなぜその時用いらなかったのか。聖書にものすごく虐殺的、そのアイロニックな聖書箇所があります。第一コリント1章27節、世の愚かなものを選び強いものを恥じるという箇所があります。この世の愚かなものを選び強いものを恥じる神様である。そして第一コリント1章29節を見ると、肉なる者が誰も神の御前で誇ることがないように神はそうされるという箇所があるんですね。スティーブン・コールという牧師がモーセの人生でこんなこと言うんですね。この時点でモーセを見ながら Moses was too strong for God って言うんですね。モーセは神にとって強すぎたって言うんですね。意味わかりますか？ He was too strong for God。 どういう意味ですか？どういう意味？聖書の中に詩式っていうところが出てきます。 Book of Judges。 詩式っていうところにギデオンという一人のイスラエルを代表するリーダーがいます。ギデオンで、ギデオンという人がミディアンの人たちと戦争をするため兵隊を、軍人たちを集めますが、集めてみたら3万2000人集まりました。3万2000人。そしたら、水を飲むところからその人を減らしていくんですが、軍人を、神様がギデオンに何て言うかというと、3万2000人もいらないと、300人あれば十分だと言う。300人
3番に全部結局300人連れて行って、ミディアンの軍隊は数十万人です。数十万人に対して300人で勝利します。ギデオンの300人っていうのが有名ですね、聖書の中では。でこの話が教えている教訓っていうのは、神はこの戦いは私のものなんだから、人の人数とか関係ないということを教えられています。わかりますか？人数は関係なく、私が戦うんだから、300人でも3万人でも私が一緒に後ろにつくのであれば必ず勝利するということを教えてくれるんですね。でスティーブン・コー牧師はモーセの人生を見ながら、 Moses was too strong for God、 神様にとってモーセは強すぎたんだとっていうふうに言いますね。まだ気取りすぎている、そして肩に力が入りすぎている。だから結局モーセ失敗してしまうんですが、14節の後半見ると、そこでモーセは恐れて、あ、もう私の殺人のことはきっとあのことが知られたのだと思った。自分が殺人を犯して、今ヘブル人として、あ、エジプトに対する、まあ、反感を買っているようなことをやっているのがバレたんだというのが14節でわかります。そして15節に行くと、ファラオ、エジプトの王様ですね、ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探します。しかしモーセはファラオのもとから逃れ、ミディアンの地につき、井戸の傍らに座ったっていうふうに15節書いてあります。私はミディアンとか中東地区に行ったことがないので、ミディアンがどのような光景をしているのかは分かりませんが、検索をしてみました。ミディアンというのは砂漠の地です。砂漠です。で、いまだに町そんなにないですね。ミディアン行くと、現在の Google とか検索して町を調べてもそんなにあまりないですよ。でも当時3500年前、もっとなかったところだったでしょう。そこに行って、ある井戸の傍らに、コーナーにモーセは座っていた。想像できますか？人生が虚しかったでしょうね、多分。これからどうするんだろう。エジプト人に追われて、同胞の人たちに嫌われて、帰る場所ないし、私どうしよう、これから。皆さん、この王子が、エジプトの王子が砂漠に行って何年過ごしたか分かりますか？聖書をよく知っている、何年でしたか？モーセ何年いました、ここで。40年間いました。40年間、砂漠で40年間。昔ソビエト時代に、ロシアの前、ソビエト時代に反逆する人が、ソビエトに対して反逆する人たちいると、シベリアなんかに送ったらしいです。マイナス30度まで行く過酷な環境に送られてしまう。皆さんだったら、40年間過ごすようだったら、マイナス30度のシベリアがいいですか、それとも日中には50度まで上がる中東地区の砂漠の方がいいですか？どっちがいいですか、皆さんは。答えはどっちも嫌ですよね。で結局モーセは逃げていって、砂漠に行って40年間を過ごします。有名だった伝道者で D.L. ムーディがモーセの人生を見てこんなことを言うんですね。モーセの人生は3つに分けることができると。最初の40年、次の40年、そして最後の40年。40年で3つに分けることができます。そして D.L. ムーディがこんなことを言うんですね。モーセは最初の40年は自分が価値ある人間だと思ってきた。価値ある、 He thought he was somebody。 わかりますか？モーセの最初の40年は私は価値ある人間だと思って生きた。でもその次の40年は私は価値のない人間だというふうに思う40年であった。アラノの40年、 He thought he was a nobody。 その真ん中の40年は、そして最後の40年は、80歳から120歳まではこんな価値のない人間もこんな大きく用いられるんだという神様の素晴らしさを知った40年になったっていうんですね。40年、40年、40年に分かれる。でもこの砂漠に行った40年間っていうのは、モーセが高ぶることがないように謙遜な器として整える期間として神様は用いられます。日本でも結構知られてる人で、星野富弘さんという方がいます。
星野富弘さん、まあ、外国の方結構いるんです。皆さんの中で星野さん知ってる人いますか？ありがとうございます。多分半分ぐらい知ってるかと思うんですよ。中学の体育の教師をしていた人です。で、彼が中学の教師をしていた体育の教師だったんですが、24歳の時に部活の指導中、部活を体操クラブを指導していたんですが、結局大怪我をしてしまって頸椎を損傷してしまって手足が麻痺してしまう、怪我をしてしまうんですね。で、病室に、まあ、運ばれていくわけなんですが、彼はショッキングがとてもひどかったそうですよ。体育教師やってた人なので怪我すると余計ショックが強い。で、体が動かなくなったのでベッドの上に寝ていながら、死んだ方がマシじゃないのって考えたそうですよ。もう生きていてもしょうがないんじゃないのって。訪問者たちが本とかをプレゼントを持ってきたそうです。そしてその中には聖書もあった。そして彼は聖書を読み上げていくんですが、聖書の苦しみは忍耐を生むという箇所があります。そして苦しみにも意味があり、そして必ず希望はあるという箇所を読み上げていきます。そして彼が怪我してから4年後に病室でイエス・キリストを救い主として受け入れて洗礼を受けるんですね、病院で。で、それが彼は口に筆を加えるようになって絵を描き始めます。詩を描き始めます。その作品が、まあ、今結構売られてるかと思うんですが、彼の作品は日本でもテレビや新聞などで大きく取り上げられています。で、今や数百人やそれ以上に数千万人に対して自分の作品を披露しながら、神様は素晴らしい方でありますというのを明かしする人になっています。で、彼が名言をいくつか書いてるんですが、いい詩を書いてるんですよね。少し紹介しますと、こんなことを星野さん書いてます。痛みを感じるのは生きているからって言うんですね。痛みを感じるのは生きているから、悩みがあるのは生きているから、傷つくのは生きているから、私は今かなり生きているぞっていうふうに告白してるんですね。そして彼がもう一つこんなことを言いました。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。でも命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかったっていうんですね。彼はクリスチャンになって気づいたことです。命を守らなきゃと思った時は本当に生きるのが苦しかったんだけども、命よりも大切なものを見つけたら、ただ生きているのが嬉しかったっていうんですね。本当に不思議なのはこれです。神は肉体的に強い星野富弘さんを大きく用いたというよりかは、体は弱ってしまっている、でも信仰は強められた星野富弘さんを大きく用いられているということです。だからといって私たちがみんな星野さんのようになるべきですという話では全くありませんが、神はそのように謙遜な器を用いられていくということです。聖書の中には第一コリント1に、神は身分の高いものではなく、知恵あるものでもなく、強いものでもなく、弱いものを選ばれ用いられるという聖書箇所がありますが、意味がわかるでしょうか。モーセを見て神様おっしゃるんですね。器は大きいとか小さいとかの問題じゃない、私が働けばどんな器を用いられることができると。そして今日は少し時間が迫ってきているので、2番のモーセの第二の人生はちょっと早くいきますけれども、ミディアンの地でモーセは定着して住み着きます。40年間。そしてここで結婚もするんですが、チポラという21節を見ると、チポラという女性と結婚します。そしてチポラのお父さんはレウエルという人なんですが、ミディアン人です。ミディアン人の祭司というふうに今日の箇所を見ると出てきます。彼は神を拝んでいたアブラハムの子孫の一人です。
そしてこのレウエルという人のもとでモーセは40年間訓練を受けます。今日の御言葉をまとめていきたいのですが、皆さんはモーセの人生をこう見ながら、今日の箇所、砂漠で40年間を過ごしていきますが、なんでこういうことが起きたのか理解できますでしょうか。今日の箇所の最後の部分を見ると、イスラエルの民は続けて奴隷として苦しみながら神様に泣き叫ぶんですね。助けてください、私たちを助けてくださいと。しかしこの流れで見ると、なぜ神様はすぐその祈りに応えられないのか、なぜ祈りの応答がそれだけ遅れているのでしょうか。神はこの時点でモーセというリーダーを、イスラエルの民を救い出してくれるモーセというリーダーを訓練していったことが分かります。忍耐心を与えるために、今日の箇所で見るとモーセは自分の同胞にノーと言われて断られて、一発で心傷ついて砂漠に逃げ込んでいます。しかしそのモーセに忍耐心を教えられています。この同じモーセが40年後にはエジプトの王様の前に出て、ファラオの前に出て、9回にわたってノーと断られても、9回ノーって言われても10回目にまた行って、イスラエルを行かせてくれというふうに言えるのは、その忍耐力を与えるためにこの砂漠の40年間を用います。神は40歳、まだ元気で気取っているエジプトの王子を用いたのではなく、40年間砂漠で過ごした弱っているモーセを用いました。砂漠で40年間過ごしたなら、人間よりも羊たちと動物たちともっと話した期間が長かったかもしれません。80歳になったモーセは、私は言葉が苦手ですというふうに神様に言うんですね。本当にそうだったかもしれません。皆さんどうでしょうか。モーセの人生を見ながら今日の御言葉を私たちの人生に適用していきたいんですが、皆さんは自分自身を見て、40歳のモーセの姿が皆さんの中にはありませんか。自分に自信があり、自信があふれていて、プライドがあふれていて、自分の自己判断で全てを物事を決めていく、そして失敗を経験する。今日のモーセを見ると神様より先走りました。神様に祈ることもせずに自分の判断で行動して、結局失敗を招きました。私たちにはそういうところないでしょうか。神なしに自分の判断で人生を生きていく。今日会心の祈祷にも入ってましたけれども、神を信じるより自分のことをもっと信じる、そういった姿は私たちにないでしょうか。最近のトレンドの中には結構あると思います。Believe in yourself、 自分自身を信じると、人生の中で人にも頼らず、 神にも頼らずに自分自身を信じろという、そういう人生の哲学で生きている人もいるかと思います。クリスチャンになってからも、仕事を決めるとき、引っ越し先を決めるとき、誰かと結婚するときに限っても、神に祈り求めることなく、知恵を求めることなく、自分の判断で全部決めていく、神よりも先走っていく、そういうところはありませんか。そして結局はデッドエンド、行き止まりに来ることもある。人間関係も絡んでしまい、人生計画もめちゃくちゃになり、このまま私の人生は終わってしまうのかという方々もいるかもしれません。そんな私たちのために聖書はこう語ってくれます。モーセの時代から約1500年後にイスラエルにイエス・キリストという方が来られます。イエスは
公の働きを教えられる前にまず洗礼を受けてから聖霊に導かれ不思議にアダムに導かれたというふうに書いてあります。最初にそしてアラノには40年間ではなく40日間イエス・キリストはとどまれます。そしてそこでサタンの攻撃にあり信仰が試されます。そこでイエス・キリストは人間の弱さを経験しながら神に頼ることとは何か聖霊の力によって働くこととは何かを学ばれます。人間の表現で言うならばイエス・キリストはそれを学ばれます。ヘブル5章8節にこのような聖書箇所があります。キリストは御子であられるのに神の子であられるのに王家になったさまざまな苦しみによって従順を学ばれたというのがあります。今日の聖書箇所から何を学ぶことができるでしょうか。結論的にはこういうことです。モーセは同胞たちのためにエジプトの王子の自分のポジションを投げ捨てました。諦めました。でも私たちの救い主なるイエス・キリストは私たちを救うために天国にある御座を捨ててこの地上に来られました。モーセは自分の失敗によってアラノに逃げていきます。しかし私たちの救い主イエス・キリストは自ら私たちを救うために従順を学ぶために自らがアラノに入っていかれます。私たちの救い主としてイエス・キリストは来られたということです。聖書はこの方についてこう言ってます。私たちのように神様を無視して自分の判断でわがままに自分の人生を生きていく罪深い 人たちのために、そして自分の判断が間違っていることも分かっていない滅びの道に向かう人たちのためにこの救い主はこの地上に来られたというふうに言っています。そして私たちの罪のためにこのイエス・キリストという方が代わりに十字架の上にかけられた、そして3日目によみがえられたというふうに聖書は語ります。この方を信じる者には必ず永遠の成功が待っていると、そしてこの方を信じる者は必ず永遠の命を得ることができますというように聖書は語ってくれます。このイエス・キリストの救いを受け入れた人の中、聖書の中、牢屋に入れられていてもこんな告白をした人がいます。ピリピ4章13節で使徒パウロなんですが、手と足全部縛られていた時、自分は弱いんだけれどもこんな告白をしています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのですと。私は今手足を縛られていて牢屋の中に入れて何もできない、人間的には何もできませんが、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですという告白をしています。私たちもモーセのように謙遜にさせられることがあるかもしれません。今アラノの40年の間通っているところですという人もいるかもしれません。しかしまたイエス・キリストの救いによって用いられる器になっていくことができます。私たちもそのようになっていくことを願います。一緒にお祈りしましょう。